早くここの一斗缶を吸ったら。この一斗缶空いてる。ほら。いや、お疲れ様です、はい、今日晴れます？え？晴れます？これですよね。お、日がいい感じに出てきた、ね、で今日何キロあるんでしたっけ？今日は70キロちょっと。70、全然軽い方だね。さすが。すごい。やっと尾瀬ヶ原。牧歌さん曰くですね、この6月、まあ、下旬ぐらい、まあ、かなり人が少なくて、なんかこう景色もね、ゆっくり見れる時期らしいです。水芭蕉がもう終わりを迎えて、これから咲く日光キスゲとか夏に向けて咲く花がこれからなので、人も少ないということなので、非常にこう、まあ、大勢をね、こうゆっくり楽しむ、木道を歩いてゆっくりこのお話しながら歩くにはちょうどいい時期みたいです。本当ね、見た通り今日も鳩町から上がってきて、全然人がね、すれ違ったりとか休憩所に溜まったりとかっていうのがないので、非常にこうゆっくり見れてますね。今が本当一番綺麗なんで、で人もいないから。確かに狙うならこの時期が一番いいよね。ああ、それ別にコロナ関係なくてどうですか？割と、あ、そうそう、毎年コロナ関係なく毎年この時期が一番。あの、なんか木道で混むの嫌じゃないですか？やだちょっとましてや牧歌の場合だとこう、止まるっていう行為自体がきついですもんね。そうそうそう。5月下旬とかは結構あったんだよね、はい、水場所ピークだから。ああ、渋滞があって、はいはいはい。その時結構荷物が85キロとかでさ。85、うん、はあ、85キロあればこれ喋れないからさ70キロだったらでも喋れるけど。なるほど。その15キロが結構全然違う。違うんですね。ねえ、雨降ったでしょ？雨朝降ったり、ちょっとですね、でも降るのは。あ、いい感じだね。撮りましょうか。なんか鼻越えて鼻あげるタイプ。もういいぜ。もういいじゃない。